どうもシンジです。今回のロックンシネマは鬼才ジョン・カーペンターが監督した SF 作品3本についてさらっと語りたいと思います。なぜ今ジョン・カーペンターって感じですが、コロナ自粛が染みついた昨今、閑散とした街の風景やオンラインでのやり取りが急速に導入され、今まで見たことのないような風景を見てる気がするんだけど、そういう一種の極限状態のようなものを描き続けている映画作家がジョン・カーペンターなんですよね。 SF とホラーという2つのジャンル映画でそれぞれ名作を生み出している映画史に残る監督なのに、 B 級感丸出しの映像表現を好んでいるところが映画マニア心をくすぐる感じでたまんないんですよね。その辺は前にこのチャンネルでも取り上げたブライアン・デ・パルマなんかと通じるものがありますよね。また監督や脚本だけでなく、自身の映画の音楽も数多く手掛けていて、シンセやベース音なんかに顕著に現れるジョン・カーペンター的フレーズもおなじみですね。ではまず1本目は1981年の作品ニューヨーク1997です。ストーリーは近未来に巨大な刑務所と化したマンハッタンに大統領専用機が墜落し、元特殊部隊で終身刑の主人公スネークが恩赦と引き換えに大統領救出に向かうのだが、残された時間は24時間しかなかったのだっていう感じです。まずマンハッタン島全域を終身刑の囚人たちの監獄にしてしまうという中二的発想がいいですね。それただの無法地帯になるだけじゃんって思っちゃうんだけど、タクシー走ってたり演劇が上演されてたりと意外と秩序があって野生化してない社会が笑いますね。俺ゲームやらないからあんまりわかんないんだけど、メタルギアっていうゲームのモデルになってるらしくって、まあ確かにゲーム的なシチュエーションとストーリー展開だし、ディストピア好きの俺としてもこんな世界あったら最悪だ、でも俯瞰で見れば最高だってところがたまらないです。主演はクソ野郎俳優の代名詞、我らがカートラッセルです。この映画ではまだそんなにクソ野郎じゃなくって、ランボーの5割程度くらいの強さなのに、一人で大統領を救出しに行かなければならないところが無理ありすぎで笑います。眼帯姿という分かりやすすぎるアウトロー的ルックスも最高ですし、ヒーローと犯罪者の思想が同居したキャラクター設定は秀逸で、見る者に感情移入させるのに説得力十分なキャラクターとなってます。あとジョン・カーペンターの当時の奥さんでマギー役のエイドリアン・バーボーがいいですね。セクシーなタフガールって感じでなかなかかっこいいです。結果的に一番クソ野郎だったのが救出された大統領だっていうところにジョン・カーペンター節が炸裂してるし、大統領を演じたアーヴィン・ヤブランスはハロウィンでおなじみの俳優さんですが、怯えるただのおっさんからラストでは一瞬でクソ野郎に転じるし、見事ですよね。サスペンス的要素がふんだんのザ・エンターテインメント映画で、キャラクター同士の微妙な人間関係や政治色やメッセージ性もうまく込められてるし、マニア映画で終わるにはもったいないくらい結構な名作だと思います。予算があればもっとすごい映画になってたんだろうけど、これくらいの感じがジョン・カーペンターらしくっていいんですよね。2本目はエイリアンと並ぶ SF ホラー映画の金字塔、幽星からの物体 X です。この映画はマニアの人に多く語られているので、取り上げるのどうなのって思いましたが、抜群に面白いですし、後味の悪い謎を秘めたラストなど完璧ですよね。ストーリーは10万年前に地球に飛来した謎の巨大 UFO を発見した南極観測隊のノルウェー基地が全滅、やがてノルウェー隊の犬を媒介にしてアメリカ基地に未知の生命体が侵入した、それは次々と形態を変えながら隊員たちに襲いかかるのであったっていうお話です。状況がわからない状態で、たかが犬一匹のためになんでノルウェー人殺すのってとこが永遠に謎ですが、これは紛れもなく映画史に残る傑作ですね。82年という年代を考えると素直によくやったよなーって思える、特殊技術が素晴らしいですね。エイリアンの造形は言うに及ばずなんだけど、 CG なしでもアイデア次第でチープな感じにならないっていうのを
証明している映画ですね。顔だけエイリアンの歩くとことか最高ですよね。あと密室サスペンスとしても超一級の作品です。これだけ他人を信用できない場所に絶対いたくないなーって思いながら、どんどん話に引き込まれていくし、え、こいつじゃなくてこいつだったの？みたいないい感じで裏切られる展開も素晴らしいです。人間の弱さや愚かさってのをうまく表現してるし、極限状態になると人間性はどんどんむき出しになっていくっていうのを描いてますよね。今のコロナの状況下でもバーベキューやったり、逆に自粛警察的な行動に走ったりしてる人を見てると本性は現れますよね。絶望的になると登場人物が結構多いんで、ぼーっと見てると誰が誰だかわからなくなりますが、何度も見たくなる映画だと思うんで、 2,3 回見ると、あ、こいつめっちゃサイン出してるじゃんって感じのシーンあったり、そういうのを発見するのも面白いですね。カート・ラッセルが演じるマクレディをはじめ、個性的なキャラクターが多く、うまく人物像が描かれているため、意外と2回目以降は人物関係がごっちゃにならないと思います。人間かエイリアンかを判別するシーンは独特の緊張感があって、映画史に残る名シーンと言ってもいいんじゃないでしょうか。まあリメイクだからってこともあるんだけど、ジョン・カーペンターらしくない完璧な映画で、見てない人がいれば、まあ、とりあえずこれは見とこっかっていう作品です。最後は個人的にジョン・カーペンターで一番好きな作品ゼイリブです。今回久しぶりに見直してみたんだけど、これ大人になればなるほど確実に面白い映画だと思います。ストーリーは失業者があふれる時代背景で、日雇い労働者として働く主人公ナダがある日大量にサングラスが入った段ボール箱を見つける。そのサングラスをかけて街を歩くと、広告看板や雑誌が命令に従えとか権力に従えなどの不気味な命令文で書かれているように見えてしまう。しかも街中の裕福そうな人々の大半は骸骨のような恐ろしい顔をしているように見える。実は地球はエイリアンによって支配されていることに気づいたナダは、労働者仲間にこのことを打ち明けるのだがっていうストーリーです。これ富と名声を得ている人って、我々一般人とは違う人種だよなーって印象を誇張してエイリアンにしているところが抜群にいいアイデアだと思います。このコロナで大変な時期に政府の取った最初の対応がマスク2枚ってところが、あまりに浮世離れして呆れてものが言えない今の状況にめっちゃ当てはまりますよね。上に立つ者や金持ちはエイリアンであれば、だから一般人のことが全然理解できないんだなーってつじつま合いますもんね。この作品が作られた80年代後半のアメリカって、いわゆるレーガノミクスと呼ばれる新自由主義的思想に基づく経済政策で貧富の差が拡大し始めた時代で、そんな社会に脳を叩きつけるジョン・カーペンター監督の強いメッセージを感じ取れる作品です。っていうとなんか買った映画に撮られそうですが、全然エンターテインメント作品ですし、金のないのをアイデアでカバーするといういつもながらのジョン・カーペンターイズムが発揮されている作品です。主人公を演じるのが WWF や WCW で活躍したプロレスラーロディ・パイパーってところが、プロレスファンの俺にとってこの映画が突き刺さるもう一つの要因ですね。今でこそロック様やバティスタなどプロレス出身の俳優がポジションを確立してるけど、この映画が公開された1988年当時はまだプロレスラーが主役ってどうなの？って思われていた時代だと思うんだけど、そんな時代にロディ・パイパーを主役にした監督の英断に拍手を送りたいです。実際冒頭の労働シーンやアクションシーンなどはめっちゃ説得力あるし、ちょっと長いんじゃないの？って思える。中盤のブレンバスターまで出てくる玄関シーンの迫力を考えると、このキャスティングは正解だったと思います。日本のプロレスラーと違ってアメリカ、特に WWE でトップに立つには演技力も必要だからね。あと謎の美女役で登場するメグ・フォスターの存在がいいですね。敵か味方かわからない魅力的なブルーアイズとクールな演技でストーリー展開に重要な役を好演してます。シチュエーション的に前に紹介した2つの映画よりリアルな感じがしますし、エイリアンっていうのはなくてもフリーメイソンとか宗教団体に置き換えればなくはないよなーっていう設定という点で、いろんな経験を経た大人が見るとフィクションとノンフィクションの
狭間みたいな感覚で楽しめることを必死の作品です。ジョン・カーペンターって SF だろうがホラーだろうが常に人間心理を描いた映画を作ってるけど、そんな彼が今の世界中のパニック状態を見てどう思ってんだろうなーって気になりますよね。年齢が年齢だから作品のペースが落ちてるのは仕方ないけど、このコロナパニックに刺激され彼が新たな興味深いアイデアをもとに作品を作ってくれることを願ってます。今回はジョン・カーペンター監督の3本の SF 作品について語ってみました。コロナ自粛のせいか最近 SF 映画を見直すことが多いので、好きな SF 映画っていうか近未来ものの SF 映画の企画とか考えてますんで、よかったらチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。では今回はこの辺で、次回も楽しみにしていてください。ではさよなら。